はこの中に、まあ、水がいっぱい入ってると思ってもらってるんですけど、まあ、あの乾いた木が乾いた音とこの生切ったばかりの木の音は全然違って、まあ、今みたいなね、咲いてみたんですよ。で今はこれ皮の部分なんで力が逃げちゃうから吸収されるんですね。スポンジを切ってるようなもんなんで、いくら刃が切れてもなかなか切り進まないんですね。この柔らかいところがあるからね。振り下ろしてここでこうこうこう切ってみたいな。そう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 。今度はこう入ってる感じ。でこれを今度もうちょっと入れていくと、今度こっちのここのラインに今度は入ってくるわけです。ここのひびがだーっとこういうふうに。ずっとこういう風にね、来てくれればいいんです。これはあの節があって、でその節がこう生きてないで死んだ状態でずっとついたんです。だから、まあ、ここにいつまでも残ってる。でこういうところがあの抜け、あの節穴穴になっちゃうね。であとまあ、船にとっては、まあ、あの欠陥品になっちゃうんだけども、あの後からまあ埋めればいいんですけども、まあ、できるだけこういうのがない木にしたいと。ということはこれ100年間ずっと放置されていたってことが分かるんです。実はこれが非常に分かりやすいってことがあります。でこれを払ってあげないと、例えば放置した場合木が大きくなってくるとここでだんだん包み込んでいくんですね、これを。はい、でいつまでたってもこの死に枝があるから、いわゆる節穴のある木になってしまう。だから早い段階でこれを枝打ちと言いますけれども、落としてある枝を。そうやって人間が、まあ、例えば節がある木はちょっと硬いんで、こういう下の部分ね、こう丸木舟にこうやって使うなら、こういう下の枝を、下枝と言いますけども、上の枝は残して、下枝を全部払ってあげる。そうすると、節の少ない、死に節の少ない、いい材料になるんですね。そういう手入れをしないといい木にはならないっていうことが、分かるんですけども、だから きっと旧石器人、原始人たちも100年単位、200年単位、ね、300年単位でこの木は、杉の木は丸木舟にしようということを計画のもとに、木を育て上げたと思います。で今度向こう側からもちょっと、あの元からもちょっと追ってやって、
今俺がここにこう書いてあるのは、あの斧をこっからこの間に入れる、うんうん、こっち側を削っちゃうとほら船べりがなくなっちゃってるから、はい、このでここまで。写真が出てきた。